時刻午前3時になりました。ここで大雨に関する情報をお伝えします。現在の雨雲の様子をご覧ください。現在ですけれども、九州の一部に活発な雲がかかり始めております。またその西側ですね、東シナ海にはより強い雨雲が存在をしておりまして、全体的に東に動いている状況です。でこの活発な雲ですけれども、これからさらに前線が北上していきます。前線の北上とともに九州の広い範囲にこういった雲がかかる予想のほか、さらにこの西側ですね、気象レーダーのこの捉えられる範囲の外ですので、雨雲は特に映っていないんですけれども、気象衛星の画像を見てみますと、さらにこちら東シナ海の北部ですね、非常に活発な積乱雲の塊があります。こういった雲もこれから日中にかけて次々と九州に流れ込んでくるという動きを取りそうです。でこの後の雨雲の動きを見てみますと、こちらが午前5時の予想ですね。この段階ですでに九州の熊本県や長崎県、また宮崎県、こういったところに活発な雨雲が入ってくる予想です。で日中にかけてもその東シナ海にあります雨雲が次々と流れ込むということを繰り返す予想です。1時間あたりに直しますと、50ミリ以上の非常に激しい雨ですね、場合によっては80ミリとこういったような猛烈な雨になってくる恐れがあります。九州ですけれども、昨日は雨の方は小康状態となっていたことで、この24時間の雨量はそれほど多くはなっていないんですけれども、11日の降り始めからの雨量が多いところで1000ミリに達しています。また広い範囲でその降り始めからの雨量が500ミリ600ミリとこういった状況になっておりまして、現在も地盤が緩んでいるというふうに見られます。で土砂災害の危険度を見てみますと、九州エリアは依然としてこの警戒レベルですね、これが九州北部を中心に広がっております。この後激しい雨が降ってきますと、この危険レベル、こういったいつ土砂災害が起きてもおかしくはないような状況が、短時間のうちに、やってくるとこういうことも可能性としてはありますので、この後の雨雲の動きに対して十分警戒をしてください。そしてこの予想される雨量ですけれども、これが向こう24時間ですね、明日の午前6時までに予想されるトータルの雨量の見通しなんですけれども、多いところでは200ミリに達する予想です。特に長崎県や佐賀県ですね、そういった赤いエリアが広がります。さらにオレンジ色100から150ミリですね、こういったエリアが九州北部のほか、熊本県や鹿児島県でも予想されている状況です。で先ほどもお話ししました通り、500ミリ600ミリといった総雨量が、すでに、降っております。そこにまたこのような大雨が、降ってきますので、土砂災害に対しての警戒まず必要ですね。でさらに川の方ですけれども、現在九州をはじめとした西日本の川は氾濫、警戒情報以上のものですね、そういったものは発表されていないものの、これまでの大雨で依然として増水している川があると見られます。そういったところにまたこういった雨降ってきますので、中小の河川ですと、溢れたり、氾濫ですね、溢れたり、あと大きな川でも再び大きく増水してくることも想定されますので、土砂崩れなどとともに川の増水にも広く警戒をしてください。で現在あります雨雲ですけれども、この後東の方にさらに進んでいきまして、朝のうちですね、九州エリアにもうかかってくることになりそうです。この後急激な雨の強まりにも警戒をするようにしてください。この後、今日はですね、強い雨雲が再び入ってくることになりそうです。この後も実況を中心に追いかけていきたいと見ているんですけれども、そういった情報については、ウェザーニュースアプリで、最新の情報もご確認いただきたいというふうに思います。以上、大雨に関する情報をお伝えしました。